ガブリエル・ビブロン、ガブリエル・ビブロンは、フランスの動物学者、爬虫量生類学者である、パリで国立自然史博物館の職員の息子として生まれ、博物学に関する優れた素養を持ち、イタリアやシチリアでの脊椎動物の収集のために、雇用され、ジャンバティスト・ボリド3番さんの下で、ペロポネソス半島への探検旅行に参加した。彼は、 1832年に出会ったオーギュスト・デュメリルと共に多くの爬虫類の種の分類を行った。デュメリルは主に族間の関係について関心を持ち、ビブロンに種の記述を任せた。彼らは1834年から1854年の間に爬虫類についての包括的な報告であるアーパトーラジージュネラーレゼン10巻を出版した。また、ビブロンは デュメリルの博物館での講義の手助けも行い、パリの小学校の講師となった。ビブロンは結核を発症し、1845年に引退してサンタルレゾーで療養を始め、42歳の時に死去した。アーパトーラジー・ジェネラー・レウィストワール・ナチャール・コンプリート・デ・レプタイルズの図版。ありがとうございます。